テロップ入れますね。じゃあまずちょっと、あちょっと待ってね。すごい、はいはい、たくさんありがとう皆さん。303から SK くまちゃんいただきました。ありがとうございます。303ありがとうございます。X の通知が来ない。あら、そうそうそう、ちょっとね、通知関連、なんか X とかショールームとか通知が来ないっていう声がちょっとお一人じゃなく聞こえるんだけど、かのちょっと分からなくて原因が分からなくて、はい、そうなんですよ、すいませんね。こんばんは、ハートありがとう。こんばんは、キラキラ星お届けしました、ありがとうございます。こんばんは、ハートありがとう、音符ありがとう、こんばんにあたろう、最強の応援団登場ありがとう、恋になりがいありがとうね、バラありがとうございます、結婚して4時4時、ハートありがとう。今日はそう、お仕事だったからヘアセットをしてます。でも何かは内緒です何かはもう全く内緒です。こんばんは、おかえりなさい。ただいまです。はい、ということで先ほど X の方にもポストさせていただいたんですけれども、今日は若菜と一緒に配信を、あ、わあ、すごいすごい、ありがとう。待ってね、どこだろう。かまさん、あ、ちょっと待って待って、かまさんもだし、じいさんもだし、まずね、まず順番に行かせていただきます、じいさんからくまちゃんが10年でくまタワーいただきました、ありがとう、大好きよ、ありがとう、ありがとうです、たたたたわ、こんばんは、ありがとうございます。そう、そしてね、宮高さんからも SK くまちゃんいただいています、ありがとうございます、 Thank you。宮高さんにもいただいていらっしゃいますし、ちょっと待ってね、しょうちゃんさんからも SK くまちゃんいただいています、ありがとうございます。しょうちゃんから2匹、あ、2匹とだから3匹、3匹のくまちゃん、 SK くまちゃんもいただいてます、ありがとうございます。そしてありがたまですし、かまさんからも SK くまちゃんもいただいています、ありがとうございます。はい、ちょっと読み逃しがないか、あ、ルパン三世さん、SK くまちゃんありがとうございます、 SK くまちゃん Thank you。 はい、奇跡の流星くんもありがとう。そうそう、先ほど X にも書かせていただいた通りですね、今回の配信では7-Eleven さんの韓国フェアの激推し韓国グルメ大集合という韓国フェアを姉妹でもっぱんしていこう、という配信になっています。そうなんですよ、そうなので、うわすごい、ありがとう、な、直行さんからくま10連でくまたわー、ありがとう、ありがとうございます、直行さんありがとう、感謝感激です。はい、今ね、韓国フェアをセブンイレブンさんがやってるよっていうのをね、教えてくれて、そう、そうなんですよ、教えてくれて、若菜、妹はちょっと自己紹介しようか、まず、はい、はい、どうぞ。澤田若菜です、妹です、よろしくお願いします、お願いしますはい、若菜が教えてくれて、で、え、じゃあ一緒にちょっとね、2人とも韓国料理もね好きだし食べようよってなって、このね配信が決まりました、決まりました。
ありがとうございます。そうなのでちょっと今から一つ一つ買ってきたので、それをね紹介して食べていくので、あのちょっとね頑張って読みたいし、でも本当に嬉しいから全部反応したいんだけど、コメントがなかなか読めなかったりとか、あのちょっと見逃しが発生してしまうかもしれないということで、ギフトの方もなので、カノンがもうやめちゃめちゃやばい見逃ししてたら、うん、あのやばいよって教えてほしいし、パワーだよそう、ありがたいっていうのをね教えてほしいし、ファンの方もすごいそのコメントとかでも教えていただけたらなと思います。でもそういう状況にあることをご了承いただけるとありがたいです。はい、じゃあちょっといっぱい買ってきたので、すごい大量、一つ一つまだ知らないもんねあんまり、うん、匂いだけ見ちゃった。全部全部じゃない多分、ちょっと見た、冷蔵庫を見た。オッケーオッケー、じゃあオッケーオッケー、じゃあ知ってるのもありつつ見えてるのもあるからね、うん、だけど、じゃあ何を買ってきたか、ヒデさん、クマちゃん、ありがとうございます。はい、何を買ってきたかと言います。じゃあ見えてるのからいきますか。はい、ヒデさんありがとうね。パッパクパーン、一品目、一品目か、一品目はこちら、ヤンニョムチキン、イエーイ。あ、おでこサンシャインさん、SKクマちゃんありがとうございます。おでこサンシャインさんありがとう。反射してるねこれね。ヤンニョムチキンですね、1個目、はい、ヤンニョムチキン、そして2品目はこちら、スンドゥブチゲ、なめらか豆腐のスンドゥブチゲ、イエーイ低い声で、イエーイ。はい、そして3品目はじゃじゃーん、またまた反射、こちらビビン冷麺、うん、Yes、 ビビン冷麺、イエーイ。そして続いてはこちら、じゃじゃん、チュモッパー、イエーイ。チュモッパ、チュモッパ、チュモッパ、チュモッパ。そして 1,2,3,4,5、 次5、5品目はじゃじゃーん、ソーセージ、あ、反対、ソーセージ&プルコギキンパー、イエーイ。ありがとうございます。はい、次何品目ですか。6です。6品目、6品目はデザートに入ります。先に紹介だけしちゃうね、はい、あ、見たでしょもう、なんか6品目はこちら、もっちりホットクチーズ、イエーイ。あ、じいさん、くまちゃん、ありがとうございます。 Thank you じいさん、ありがとうね、ありがとうございます。はい、そして最後ラストはやば、こちら、いやー、トゥンカロンアイス黒蜜きなこ、イエーイ。トゥンカロン、ちょっとねセブンイレブンさんに駆け込みまして韓国フェア何がやってるんだろうっていう風でね、いっぱい見てきまして、はい、気になるものをたくさん今回ちょっと、全部ではないんですよ、これ以外にも、あのこれ以外にもあるんですけれども、もちろん今回はちょっとこちらのね、合計 1,2,3,4,5,6,7品を7品をちょっと2人で食レポして味を伝えていきたいなと思います。なのであのぜひね、気になったよっていう声見て、うわ美味しそうって思ったらぜひねゲットしていただければと思いますし、はいはい、あの絶対美味しいのは分かってるけど、うん、食レポ力やっぱ求められますので食レポ力、はい、大事ですので伝えていけたらなと思います。全部ね今回は半分こしていきたいなと思うんですけど、どれから食べたい、ヤンニョムチキンから。じゃあお箸どうぞ、セブンさんのお箸でございます。セブンさんのお箸で、お箸は韓国語で、あ、くまちゃん来た、リルケさん、
SK くまちゃんありがとうございます。感謝感激です。ありがとう。お箸はチョップ。お、惜しい。多分ね、カノもちょっと今不安になってきただけど、あ、分かってます。チョップは英語か。うん、チョップスティックが英語だよね。うん、正解はチョッカラン。チョッカラン、うん、言ってみて。チョッカラン、うん、カランカラン、せーの、チョッカラン。チョッカラン出てこない箸。あ、これじゃダメだね、うん、箸。チョッカラン、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 はい、チョッカランを使って。だからお店でさ、なかったらチョッカランズセヨ、チョッカランチュセヨで、いただいてくださいね、お箸。はい、はい、ではヤンニョムチキンいけまーす。チョッカラン、チョッカラン。しんひかるさんから SK くまちゃんいただきました。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。そしてひらひらさんからも SK くまちゃんいただきました。ありがとう、ありがとうございます。てっちゃんからも SK くまちゃんいただいております。ありがとうございます。本当にありがとうね。わあ、おいしそう。ちょみすけさんもありがとうございます。こんばんは、ヒカルームの皆さんもありがとうございます。じゃあすっからんはね、すっからかんじゃなくてね、すっからんはすっからんはあのスプーン、スプーン、うん、多分。ではマシケッパー、あ、ちっちゃましけった。ヤンニョムチキン。せーのでいただく？はい。はい。ちょっとこれ。いいですか？これぐらいでいきやすいかな。いける？めっちゃ滑る。はい。はい。一回おかしくなって。では。いただきます。え、チャルモケスイだー。うん、うん、うまっ、おいしい、まじそう、まじそう、おう、まっ、おいしいね。結構しっかり辛いね。うん、うん、甘辛よりは甘辛辛辛、甘辛辛ぐらいの辛さ、うん、辛さが結構しっかり辛いです。トマト味があるね、結構。おお、ケチャップみたいな、うん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 、トマトってなんていうの、トマトの韓国語、うん、分からん、分からんか。とトマト、せーの、トマト、トマトですこれ穴開いてた。おいしい、食べちゃう。さんちゃんがすごくお姉さんに見えて可愛い、恥ずかしい、うん、あ、棒のやつは甘かった。そうなんですよね、あの唐揚げ串みたいな感じで、うん、ヤンニョムチキン棒みたいなのもあったんだけど、それがね、ちょうどまずセブン入るじゃん、うん、あるよあるよってホットスナック見るじゃん、うん、よしと思って、うん、その後にあのとりあえず若菜に、うん、今日その配信したいんだけどって言って、うん、一緒に やると大丈夫、やってくれるって今日確認してたじゃん、うん、確認してよし行くぞ、買いに行くぞって思って行ったらもうなかった。あ、ラスイチが売り切れてました、うん、あ、そういうこと、戻ってってことか。そう、大人気、大人気でございます。こんばんは、めちゃめちゃ美味しい。横浜いもんねさんからアイスケーキまちゃんいただきました。ありがとうございます。ありがたや、アイスケーキまちゃんありがとうね、ありがとうございます。注文したら作ってくれるの。あ、でもなんかお時間いただいてもよければって言ってくれそうだよね、うん、あればね、あればね、在庫、うん、美味しいね、うまい、そのなんか違いが、ね、あるんかな、ありそうだね、うん、だって結構辛いもんね、うん、
どうする？もう食べちゃう？これ食べちゃう。いただこうか。美味しい。いただきます。いただきます。あ、うん、うんうんうん、フリービアさんからもくもくフリービアさんからイスクリコマちゃんありがとうございます。じいさんからもクマちゃんありがとうございます。あ、どっちもクマちゃんだ。クマちゃんお二人ともありがとう。じいさんとフリービアさんありがとうございます。美味しいね、うん、でも食レポ食べ歩きではやちょっと避けた方がいいことやっちゃったね。口に詰め込みすぎて口に詰め込みもぐもぐなんだけど美味しいね。それもうまい。楽しい。本場のやつも食べたくなるね。これね食べると ね違いが辛そう。ずっと行きたい行きたいっていうもの、うん、どこだっけ、あのミョンドン、ミョンドン、ミョンドンの屋台が食べたい。店舗によりますが5分ほど待ってくださればできたてできますよ。元店長の元店長、店長すごい。店長入られます。店長はすごい。いらっしゃいませ。心強い、心強い、心強い店長が言うならもうね、間違いない、絶対だよね。そりゃ素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ミョンドンにね行きたいねって言って、いやまだまだたくさんありますから、はい、どんどん食べていきましょう。はい、続いて何が食べたいですか。どれでもいいよ。どれでもいい。うん、これこれこちらちょっと紹介いただいて、じゃじゃーん、登場ジュモッパー。ジュモッパー、ジュモッパーって何って感じやん。うん、ジュモッパーって韓国のおにぎりをジュモッパーって言うんだっけ。確かそうだった気がする。ジュモッパーは書いてある？あ、書いてないけど、入ってるのは、うん、うん、たくあん。おお、いいね。たくあん、これたくあんだよね多分。うん、と海苔と、あ、そうそう入ってるんだよね。うん、そうそう。あとごま油が効いてるらしいです。あ、ごま油香る、美味しそう。うまそう。じゃあこれも。はい、なんか韓国のおにぎりってさ、全部が全部じゃないかもしれないけどさ、うん、丸のイメージだよね。わかるわ。これは三角なんですけど、じゃあこれはもうちょいじゃなかった。こちら今回はあの分けるね、はい、2人で食べたいから半分こにして、うん、お皿に、はい、はい、どうぞ。いただきます。では2品目チュモッパいただいていこうと思います。いただきます。いただきます。ほんとだ、めっちゃごま油だ。ほんと、うん、なんかお米食べてるみたいです。いただきます。うん、うん、おいしい。マシっすよ。ちんちゃマシっすよ。うん、ちんちゃマシっすよ。ちんちゃちんちゃマシっすよ。おお、ちんちゃちんちゃマシっすよ。いただきました。めちゃめちゃおいしい。おいしいね。うん、なんか家でもさ、うん、ハマってたよね。なんか、うん、たくあんあって、韓国のりあって、ごま油あって、うん、環境が整ってたよね。うん、買ったんだけど、そしたらもう混ぜて、うん、たまにねツナ入れたりとかもしてね、うん、食べてましたね。ちょっと見逃してるかもねこれね。うまい。キヨさんからSK くまちゃん3匹いただいております。ありがとうございます。キヨさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてペンキチさんからも SK くまちゃんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。皆さんもう食べたの？うん、食べた。美味しいね。ごまがサクサク、うん、サクサク、カリカリ、カリカリ、うん、でもこれなんて言うんだろう、たくあんが入ってるのが結構食感がね、うん、楽しいよね。うん、それこそさ、今ちょっと紹介しながらだからさあれだけど、うん、このスンドゥブチゲ、うん、スンドゥブチゲとかとね一緒に食べたら絶対美味しいよね。た
食べればいいんだけどね食べきっちゃった、うん、食べきっちゃった、美味しすぎてもう食べきっちゃった。じゃあ続きまして、はい、続きましてのやついきますよ。はい、ね、スープに入れても美味しいよね。開発に伝えておきます。あ、ちょっと待って、どこを拾っていただいたんだろう今の。よかった、ありがとうございます。食レポかな、コマがタクタク、うん、タクはカリカリ一緒に食べたら美味しいよね、うん。あ、さわちゃんさんからアイスケーキマちゃんいただいてます、ありがとうございます。じゃあそのスンドゥブチゲいただけますか。続いては、はい、いけます。スンドゥブチゲちょうどいいあったかさになってるかも。その配信前にさ、そう、熱々に温めたから。うまそう。最近さ、うん、あのセルフレンジ、レンジじゃなくて、うん、レンジじゃなくて、はい、レンジ、レンジ、電子レンジ、うん、すごくない、ところにも、店舗にもよるけどさ、うん、いけるな、うん、あの QR コードでさピッてやってさ押さなくてもさ、うん、やる時間がさ、うん、入力されたりするじゃん。すごいねすごいねすごい、はい、バーコード、はい、待ってね。じいさん、ペンキツさん、ありがとうございます。エスキークマちゃん、感謝感激です、ありがとう、ありがとうございます。ね、すごい時代。じゃあこの真っ赤な、ちょっと映すの難しいけどこぼれちゃうから、スンドゥブいただきます。いただきます。辛そう。結構するね、うん、このままいく、うん、入れる、うん、ちょっと待ってね、ティッシュが欲しくて、ちょっと失礼します。カルビスープ見た目ほど辛くなかった。ティッシュちょっとおしぼり使っちゃうか。うん。ね、美味しそう。横浜いもんぬさんとじいさん。くまちゃんありがとうございます。すきくまちゃん、くまちゃんありがとうございます。真っ白だからさ。いただきます。スンドゥブ。いただきます。お豆腐がもうちゃんと入って、しっかり入ってる。いただきます。うん。うまっ。スープも。めちゃめちゃ美味しい。美味しい。すごい。あれだね。なんて言ったらいいんだろう。コクというかさ。うん、お肉なんかいろんなエキスを感じない？うん。魚介？わからない。じゃあどこ行っちゃった？いろんなエキスを感じるね。アサリが入ってるわ。アサリ入ってる。辛さ1ね。あ、そうそうそう、うん、この真っ赤っかでわって思うより思うけど辛くない。そこまで辛くはなくて、アサリエキスだって。他にもね、多分いろんなのが、牛骨エキス、エキスだってエキス、いろんなエキスが本当に入ってる。ニンニクもしっかり、蒸しあさり、牛脂しっかり入ってるもんね。うん、エビもね、はい、コチュジャン、豆板醤、本当になんかいろんな
エキスがちゃんと濃くね。うん、うまい。おいしいね。うん、なんかマシそう。マシそう。ギュッと詰まってます。ギュッ、うまみがやばいね。うん、あのこの豆腐、豆腐滑らかすぎん、うん、めっちゃ美味しい。スルスルって感じ。この滑らか豆腐、滑らか豆腐だっけ。うん、うん、嘘はありませんね。もう本当に滑らか滑らか豆腐、めちゃめちゃ滑らか。ちゃんとアサリもね、うん、入ってるし野菜も入ってるし、残しとく。うん、どれ、これに次の2個残して。あ、確かに。じゃあ次こっちいただこうか。はい、時間がね結構シビアになってきちゃったら急ぎたいと思います。続いてはこちらのソーセージ&プルクギキンパをいただいていこうと思います。これ美味しそう。美味しそうだね。カノンね、多分ね食べたことある、これ、うん、いつかの朝ごはんにいつかの朝ごはん切りますね。ほい、キンパ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 、何キンパ、ソーセージカット3、プルコギとソーセージ1カット。見た今日。見てない。今日はやってないか。さあ、うん、カットできましたので断面を披露いたします。せーの、じゃじゃーん。やば、綺麗。めちゃ綺麗。おいしそう。めちゃ断面綺麗に切れました。すごいね。はい、こっちでいい、うん、こっちにする、どっちでもいい、どっちでもいい。キンパ、なんかキンパのスタンプがポンみたいな。キンパいただきます。いただきます。難しいな。うん、うん、うん、ふん、うん、ふん、なんか K-POP アイドルさんのさ、うん、なんだろう、コッチング動画みたいな、うん、とかでもキンパ作ってるの見た、見たりとかするよね。うん、うん、おいしい。音がね、いいね。これ、お、どうですか。めっちゃおいしい。おいしい、うん、合う、合う、いいじゃん、最高じゃん。ごま油はね、そうだな、感じるけど、あのチモッパ、さっきのチモッパに比べたら、うん、他の具材の方がこう感じるかなっていう感じかな、うん、きゅうりとかさ、うん、たくあんが美味しいね。うん、音がこう、うん、カリ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 、シャキシャキいってる。ごま油もね、はい、でもゼロじゃなさそうだよね。うん、ごま油入りご飯、うん、うん、ちょっとあのお皿借りてもいい、うん、ごま油入りご飯でした。だから、ま、あ、です、混ぜ込まれているっていう感じかな、ご飯に。なるほど。ちょっと一気に言っちゃった。うん、うん、おいしいですね。うまい。それではお次、うん、
もう食べ終わりそう、うん、ちょっとご紹介いただいてもいい、はい、その前にスープとちょっといただいとくね。1,2,3,4 個目はプッパパーンビビン冷麺です。美味しそう。ビビン冷麺はね、なんだろうこれ、これ何、キムチ、キムチときゅうりとレタスと卵、ゆで卵ときゅうりが入ってます。いや美味しそう、めちゃめちゃ美味しそう。もうなんか今日はもう食べる気満々だと。シンドゥいただきました。やっぱり合います、めちゃめちゃ。本当に辛い冷麺。はい、じゃあ開けて、開けてか、はい、今回の韓国フェアのシール目印、はい、はい、これいけますか。結構食べるよ。はい、はい、入れます。あ、美味しそう。辛そうだね、結構ね、めっちゃ真っ赤だね。うん、混ぜていただいて、ちょっと手が、まあ、でも入れてから、いや入れてからかけるのかな、野菜。まあ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 、今回は一緒、いいです、ちょっと先にほぐします。ほぐしお願いします。どっちがたくさん食べる？うーん、日による？うん、日によります。どっちもたくさん食べる。ちゅ、ありがとう、こんばんは。例の焼肉さん、確かにおーポニポニ選手権美味しくて食べちゃう。ちょっと待ってください。味噌の感じする、匂いが。ほんとだ、めっちゃ味噌。結構甘めな雰囲気もする、この匂いからは。うん、はい、はい、じゃあ投入いたします。お願いします。OK、 混ぜます。こんな感じでね、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったちょっとこんな感じ、うん、お疲れ様です。ちゅ、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。はい、混ぜまして、はい、じゃあカノの分いただくね。めちゃめちゃ美味しそう、ね、これはでも配信中に全部ちょっと厳しそうだね。うん、結構かな、ね、お腹ペコペコ。え、本当にいけそう。うん、じゃあ行きます。いただいていこうと思います。ビビン麺、ビビン麺、あれ、ビビン冷麺、ビビン冷麺、はい、いただきます。いただきます。うん、甘い。うん、めちゃめちゃ美味しい。おいしい、甘いね。うん、あ、じいさん、ポーターちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。 SK くまちゃん、くまちゃん、ありがとう。甘いし、これは結構 甘みにちょいピリかなっていう辛みが、うん、キヨさん、ありがとうございます。ピリッとするっていう感じがめちゃめちゃ適切な言葉の気がする、うん、だから辛いの苦手でも食べれるかもしれない。うん、うん、で、この野菜がね、うん、レタスシャキシャキ。うん、これ食べてもいい？ゆで食べていいよ。シャキシャキ。うん、夏だからね、冷麺いいよね。うん、うん、うん、お口がオレンジリップオレンジリップ、おいしい。麺もチュルチュルってしてておいしいです、うん。
うん、なんか止まらんね、うん、箸が止まらんね。なんか麺の食べ方もこういろんな食べ方があるよね、韓国の方ね。うん、日本のね食べ方といろいろ、うん、ね、そうそう、このなんだろう、ちょっとやっぱ夏さ暑いけど、うん、こう刺激としてやっぱ辛いものとかこうね欲しくなるよね、うん、この真っ赤な感じ本当にそそられる食欲を食べっぷりもなかなかいいね。うん、美味しい。そのまま食べるよ、辛い食べるんだね。うん、じゃあちょっと2人、あくまで2人の感覚だから、うん、難しいね、うん、辛いの苦手な方はやっぱ辛いと思う、うん、辛いと思う。暑い時にねピリ辛いいですよね。そこにサラダを足してもいいし、うん、美味しそう。ポルクさん、二日ゆくまちゃん、ありがとうございます。大切感激です。激辛はチャレンジしたことないけど食べてみて。辛ラーメンとかね食べるから、あれは美味しく食べれる、ね、あれが多分美味しく食べれるわ。やっぱ普段から食べてるって感じだよね。うん、美味しい。ラー油ね、あ、ラー油、追いラー油な感じもいいかもね。なんかラー油も多分ね入ってる。そうそうそう、入ってないのかな、ちょっと難しいけど、たくさんいろんなものが入ってこっち豆板醤入れても確かに美味しそう。美味しそう。はい、おいかのん、おいかのん、びっくりした、おいおいらへんのね、おいかのんね。あ、じいさん、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。私が聞きです。ということで、じゃあお茶、あ、お茶、確かにお茶いただこう。チゲラーメン辛そうね。なんかラーメンもあったね。あったね、おいしそう。あ、厳選したサムギョプサル丼とか、それもあったね。 あれもおいしそう。すごいお子ちゃまの持ち方してた。おいしい。はい、そんな感じでですね、はい、あのご飯系は以上となって、あと2品デザートがございます。もう満喫よ、満喫、うん、めちゃめちゃ満喫、満足満足満足、うん、じゃあこちらからいきますか。はい、こちらのデザートにはまずもっちりホットクチーズをいただいていこうと思います。いけますね。あ、じいさん、くまちゃん、ありがとうございます。チーズなんだ。そう、チーズ、冷たい。デザートコーナーにね売ってたよ。はい、じゃあ切りますね。はい、どっちに、こう切るか。おお、どうぞ。半分どうぞ。断面付きいただきました。断面、これめっちゃもちもちしてそうじゃない。ね、いただきます。いただきます。うん、もっちもち、もっちもちだ。 なんて表現したらいいんだよこれ。ちょっと待ってね結構新食感っぽい。蒸しパンとはちょっと違うよね。ん？蒸しパンってわかる？うん、ふわふわっていうより、蒸しパンは結構ふわふわ、うん、ですとしたら結構塩っぽい。うん、塩味ね、感じるね、うん、そう、甘いっていうよりはご飯っぽさもあるよね。
朝食とかに食べれそうな感じがある、うん、餅に近い、うん、うん。蒸しパンよりは餅の方が近い、うんうん、チーズの塩味だね。塩味ってそういうことだね、うんうん、でもこう、うん、なんなのかな、これ新食感、新感覚だ。ミックス小麦粉、砂糖、しょう小麦粉、まあ、プロセスチーズ、チーズフード。これが今これ冷たいこうあれなんだけど、うん、あのおやき、おやきっていうかさ、あったかい、めちゃめちゃ出来たてだとして、うん、やっぱ焼いてるから出来たてあったかいはずじゃん、うん、温めても美味しいですよとか言ってた。あ、本当に、うん、温める温めたかったね。でも冷たくても美味しいよね、うん、うん、あったかい方がこう味が想像しやすいかも。あったかいと思ったらなんとなく分かるじゃないですか。クレープかな、やっぱも超もちもちクレープみたいな感じかな。冷たいとクレープを薄くじゃなくて、うん、分厚くして焼いて、うん、もちもちクレープの超分厚いっていう、うん、表現合ってるかな。ちょっと気になる方は食べてみてください。はい、うん、じゃあちょっともう一つあるので、これはしっかりと配信後にゆっくり美味しくいただきますね。お時間もねあれなのでね。じゃあ最後こちら、じゃじゃーん、トゥンカロンアイス黒蜜きな粉。これちょっとシールはあの韓国フェアのシール貼ってないんだけど、アイスコーナーにちゃんと韓国フェアのやつって感じで書いてあったから、トゥンカロンね、韓国ポイントとしては。トゥンカロン、黒蜜きな粉は日本ですね。日本かな、多分溶けてないから心配。確かに。いけます。おいしそう。じゃじゃーん、うわー大きいね。それかでかい、いやでかいのがね、トゥンカロンだよね。きな粉の匂い、マカロン。じゃーん、おいしそう。かわいか、なんかこのホイップの感じかわいくないね、なんかクマのイラストとか背景に見える背景に見える。かわいいですね。かわいい。韓国は行ったことないです。これもなんか絶対美味しいでしょ、うん、マカロン生地に、うん、アイス黒蜜きな粉。これもじゃあちょっと切らせていただきますね、はい、うまく切れるかちょっと心配だけど、見えるんじゃないね。やばい。でマカロンは切ったら普通やばいもんね。まあ、まあ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 、分けると思います。あ、でもいけそう。うわ、ちょうどいい、その溶け具合、硬さが、うん、うわ、これは見せなきゃ皆さんにいち早く。じゃじゃーん、美味しそう。やば、しっかりと黒蜜が入っております。はい、こっちいきますか。はい、ではいただきたいと思います。うまっ。うん、うん、おいしい。きな粉がすごいきな粉だよね。うん、そうだねそうだね、めちゃめちゃちゃんときな粉を感じるね。うん、マカロンってさやっぱ甘いじゃん、うん、でもこうなんかきな粉だからさ、なんて言うんだろう、甘すぎない、すっきりした甘さというかさ、うん、わかる、うん、すっきりした甘さで食べやすいです。優しさもあるみたいな優しさも兼ね備えてる、うん、甘いスイーツ、うん、しっかりスイーツ食べてるなってなるけど、優しいなっていう感じる。うん、フロントも
黒蜜はあのなんか香りがいいよね、わかる、うん、口の中の入れた時もファッみたいな香りがいい。野中アイス、信玄餅アイスみたいな、うん、多分信玄餅アイスって正式名称食べたことないけど、信玄餅食べたことあるじゃん、あるのね、うん、でアイス食べたことあるじゃん、うん、多分そうだと思う多分そういう近い気がする。野中アイスも近いと思う。うん、うん、うん、このマカロンがねサクサクというかシャクシャクというか、うん、美味しい、食感もね美味しいよね、うん、うん、ねっとりヨーグルト、ねっとろりヨーグルトね、懐かしい配信で食べましたね、うん、なんか最後噛んでいった最後はちょっとねっとりしてるよね、うん、うん、甘いもの食べると辛いもの食べたくない、いっちゃってくださいビビン麺にお帰りなさいです、ただいまです、お帰りなさい。そう、甘いもの食べると辛いもの食べたくなるじゃん、辛いもの食べたくと甘いもの食べたくなるじゃん、うん、甘辛いもの食べるとどっちかに行く、どっちが行く、甘辛いもの食べるとヤンニョムチキンとかだとお米だよね、それだ、甘辛いもの食べるとご飯に行く、ご飯に行くとまた辛いものが食べたくなる、うん、こういうことだよねどういうこと美味しい、すっごい美味しかった、めちゃめちゃ大満足です。ちょっとね、お口の中がもう皆さん大変キムチが隠れてた、キムチがさ袋の下に、何やってるんだよ本当に、7品だった、じゃ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 ーん、旨辛3種キムチまだいいか、締めのキムチになっちゃったね、うん、まあ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 、口が韓国グー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 キムチ、隠れキムチだった、キムチもう、わあ、キムチキムチキムチの香りじゃキムチもこれ3種入ってるのはもう助かるよね、うん、このサイズでさ3種って助かるくない、うん、ちょうどいい、あんま多いとやっぱ家族用って感じするけど、うん、これだったら一人だったとしても食べきれるかな、 いけるね、ご飯あったらいけるね、その何かと食べてたら、うん、美味しいですよね、いただきます、いただきます、じゃあこれが確定だっけ、大根、大根の、いただきます、きゅうり、うん、いい音、うん、おいしい、すごいしっかりこの中までちゃんと、うん、なんていうのこれ、使ってる、染みてる、使ってる、大根のが甘く感じる、ポリポリだよ、もう楽しいね、うん、白菜の気持ちも、うん、うん、うんうん、キムチ食べ過ぎだよね、あのキムチをこれぐらいの普通にちゃんとパックのキムチを買ってくるじゃん、うん、これぐらいね、ちょっと触ってる、うん、これぐらいの、うん、そしたらキムチとご飯と、なんだろう、例えば餃子とかありそうだね、餃子とかって食べたら、うん、一人で半分ぐらい食べれるよね、キムチ一人でキムチ半分ぐらい、うん、食べれちゃう、食べれちゃうぐらい食べてます、結構辛めじゃないこれは、辛い、しっかりちゃんと辛いね、歯応え良すぎだね、うん、よしよかったキムチが、うん、隠れたまま配信終わらなくてよかった、うん、じゃあちょっとこれはね、またご飯とかと一緒に、はい、いただきたいと思います、
えっとじゃじゃ辛いのがさ、うん、喉にできた時咳出るよね。美味しかった、大満足だ。ということで今回はセブンイレブンさんの韓国フェア、激推し韓国グルメ大集合、お7種だっけ、7種いただきました。さあそれではごちそうさま言いますね、まず、はい、せーの、じゃあそうごめんなさい、ちゃ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 から始まる、ごオッケーす、みんな、はい、いきます、せーの、チャルボゴスミだー、ごちそうさまです。美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったです、大満足なんだけど、うん、パンパン、やっぱ企画じゃないとさ食べらんじゃない、こんな一品食べて一人で食べたりとかするから、そうビビン麺食べたらもうあと一品ぐらいしかね、うん、買えないけど、こう二人でワキワキしたからもう食べたいの全部食べたみたいな食べきったぜ、食べたったぜみたいな感じで、うん、大満足でございましたし、どれもねちょっとカノンたちは本場が食べたことないから、うん、本場と比べてどうかっていうのは分かんないんですけれども、あの日本人の沢田カノンとして沢田若菜として日本人代表、はい、代表っていうのかないけどすごく美味しかったです、ごちそうさまです。ぜひ気になったものがある方は食べてみてください。はい、それではね、ちょっと配信をしてきたんですけれども、ちょっとお時間もねあれなので、うん、最後にちょっとお知らせもしたいので、うん、お知らせってそんな次の配信のお知らせもしたいので、うん、サンデスタイムに行かせていただきます。今日はたくさんコメントやギフトもねちょっと全部は読めなかったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサンデスタイム行かせていただきます。13位みるけさん、押したら引いてまた押せ押せ、ありがとうございます。12位モッキーさん、あとマーク未来に落書きしよう、日常をはみ出してゆこう、ありがとう。11位ペンキチさん、アットマーク横浜みりん、ありがとう。10位ポルクスさん、アットマーク横浜みりん、ありがとう。9位横浜いもんぬさん、ありがとうございます。8位大江さん、ありがとう。7位サンマルさん、アットマーク横浜みりん大好き、ありがとう。6位しょうちゃんさん、ありがとうございます。5位てっちゃんさん、ありがとうございます。4位かまさん、ありがとうございます。そして3位きよさん、頭結構ハミリン、ありがとうございます。そして2位なおゆきさん、ありがとうございます。そして今回の第1位はドゥルルルルルルってんじいさん、横浜に食べてる顔見えて幸せ、クマに見逃しは許す、ありがとうございます。クマちゃんもありがとうございます、お見逃しを失礼いたしました、本当にありがとう。そして今日の85位やっこさんはタラタタタ、これなんて言ったらいいんだろう、ほうおうすおうじゃないかと思う、3宝の宝宝に卵ちょっとやばいね感じる、ありがとうございます。ゆくさんです、ありがとうございます。はい、皆様ちょっと宝玉さん、ありがとうございます。宝玉、はい、今日はちょっと美味しくね韓国料理を食べているところを皆さんと、はい、もっぱんという形でね、はい、やらせていただきました。見てくださった皆さんありがとうございます。そしてコメントギフトも本当にありがとうございます。キラキラだったりね、うん、してくださった皆さんも本当にありがとうございます。次は、20時から、はい、
20時からの配信となっております。字枠ちょっと合ってるよね。で朝にゲリラ配信を15分ねちょっとやらせていただいたので、その関係で次の枠は20時からは変わらず20時からなんですけども、1時間ではなく45分、20時45分までの配信となっております、うん、なのでちょっと20時45分になったら次の枠は終わると、うん、20時から始まり20時45分までになっております。はい、はい、こちら変更がありましたのでご報告でございます。はい、そしてちょっと次の枠ではあるチャレンジをねしようかなって思っているので、はい、ちょっと字枠も皆様応援いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、何か感想ございますか？いや満足ですね。ね、お腹いっぱいになりました。お腹がいっぱい。はい。大満足でございました。とっても美味しかったです。はい。本当に美味しかったです。ちょっとこれも食べたからこそ本場もね、うん、食べたいね。本当に大好きだから本場っていうのを味わってみたい。うん、はい。イベントの方もねちょっと、ね、食べるっていうのもちょっとお聞きしてますのでロケというか、ね、食べるっていうのもお聞きしていますので、ちょっとね絶対につかみ取りたいなというふうに思います。応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。それが楽しみ、それも楽しみ、もう全てが楽しみでございますし、やっぱりね何よりも演じるということ、うん、演技女優さんっていうねことで、素敵な演技をっていうか選んでいただいた際にはもう全力で思いっていうのをね、うん、乗せて届けていきたいなと、皆様に届けていきたいなと思いますので、皆様イベントの方も応援よろしくお願いします。イベントの方もっていうかイベントが今してたんですけどちょっと今間違えまして、イベント応援よろしくお願いいたします。最後までちょっとね1位っていうもの諦めずに頑張っていきたいと思っておりますので、あーミラボもありがとうございます。ありがとうございます。ミラボも待ってる時間だね。そうありがとうございます。それでは今回の枠はこれにて終了となります。また20時からの枠でお待ちしております。本当にありがとうございました。ありがとう、だからもう出演ありがとう。X の方でお知らせもまたしてると思うので、はい、はい、チェックしてください。またね、ありがとう。